餃子。すごいね餃子。あ、まだ取ってないよ。え、取ってる。取ってるってか自分で押したでしょ。ほんまや。はい、いただきます。いただきます。餃子でーす。餃子。じゃあちょっと今まだ暑いかな。餃子。いただきます。いただきます。こういう餃子作ったの久々。いただきます。うん、うまそう。どう？うん、まだ。はい？うん。でもまだ暑い。暑いか。ちょっと冷まそっか。うん。皮が。トムクルーズだ。おいしい。濃すぎてもあれかなと思ってさ、トマト食べるから。うん、確かに。程よい感じ。一緒のやつだ。そう、ちょっと鶏ガラとオイスターソース。トモ君、餃子食べてみる？うまい。ちょっと熱い。熱い熱い、中が熱い。美味しいです。すごい野菜いっぱい入れたんだ。うん。野菜多め。野菜多めだ。食べる？餃子。うん。ちょっと熱い。今ね、冷ましてる。中が熱い。熱い、熱い。切んないでこのままいけるか。ちょっと切った方がいいんじゃない？半分に切る。うんうん。また切るか。手で持って切るかも。かぶってやるか。耳を上げてみる。うん。もうこれ餃子どうぞ。熱い。パクって食べてみて。こうやってこうやって。うん。もう食べれてる。美味しい。美味しい。美味しいと。美味しいね。餃子美味しいね。皮がちょっと柔らかめのやつでよかった、ね。もう美味しいねこれ。うん。なんか。この上の部分が焼いた時硬くなっちゃうやつあるじゃん。うん。大人の餃子ね。うん。これ結構なんかふにゃっとして。うん。食べやすいか。結構好きこれ。うん。あれ？ね。はい。もっとちょうだい。うん。そう、ちぎってかじってかじって。そうそうそう。しいたけ入れたからしいたけの味がする。うん、今度シャバットやろうよ、シャバット。あ、シャバットね。うん。やりたい。うん。トムチャンネル毎日やってるから。
まあ、週一休みというか、うんうん、6日休んで、あ、6日働いて1日休むみたいな、あれ、うん、決まりはないの、うん、でも決まりはないんでしょ、うん、別に、うん、どう、餃子美味しい？なんかユダヤ人の人の、うん、なんだっけ、なんか世界の、うん、なんていうの、その高額納税者っていうのかな、お金持ち、世界のお金持ちの上位の 70% がユダヤ人なんだって、うん、ユダヤ人の人で、うん、でなんかそのユダヤ人がやってる習慣で、うん、そのユダヤ人の人ってどこに住んでるんだっけな、インドだっけな、あ、インドだっけな、何だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、そこの公共の電車とかも週に1回止まるんだって、うんうん、で週に1回もう何もしないんだって、うんうん、もう携帯も見ない、仕事もしない、で家族とただ話したりとかするだけ、うんうんうん、そうで、そういう週に1回なんかそういう習慣してるから、なんかその現実から離れるじゃないけど、うんうん、ちょっとその安息日みたいのを作ることによって、なんかすごいこう生産性が上がるっていうか、うんうん、いや 気持ちがすごいリラックスするんだって、うんうん、休むことによって、そうそうそう、だからそのなんか世界の、まあ、だからってわけなのかわかんないけど、そういうなんか昔から習慣があるんだね、そういうね、そうそう、だからなんかそういうなんていうの、高額納税者の人たちにユダヤ人の人が多いんだって。マジで食べる？トムチャンネルでも取り入れてみようかな。シャバットっていうんだね。そう、あとかじってね、何もしないでリラックスする。何もしないってことは出かけもしないってことだよね。出かけてもいいらしいんだけど。あ、いいんだ、うん、例えばなんかどっか海とかに行ってぼーっとするとかでもいい。まあ海とかはわざわざ行かないかな、うん、なんか 家とかわかんない、なんかどうなんだろう、本とかも読まないでしょ、だって何もしないってことは。ああ、そうだね。ああ、いいね。本とかも読まない、何もしない、何もしない、基本的に家族と喋るみたいな、遊んだりするだけ、うんうん、家にいるみたいな、うん、家族と過ごすんですね。そうそう、でもその家族でなんか遊ん、そのシャバットで過ごしてる友達の家族の家に遊びに行ったりとかもしていい、いいっていうか、一緒に過ごしたいないんだろうけど、するんだ。そうそうそう、そういうのはいいらしい。そうか、でも公共の人も、ね、遠足うまいね。あ、もう、え、はい、はい、まあ、それもまたシャバット。トム君の、それもそれでいいよね。トム君のリラックスしていけるっていう。まあ、トム君あるじゃん。トム君忘れてた。そうか。あ、そっか。でも公共機関も止まるとかってことはみんな共通の曜日を休んでるってこと。あ、そうだよ。うん、だからなんか金曜と土曜が週末なんだって。そのインドだか忘れちゃったけど。で。大体日本とか日曜日が、うんうんうん、あれ日曜日が始まりか、週始まりか、そうだね。まあなんか金土でやるんだって。金曜日の夕方5時から次の日の夕方5時までシャバットなんだって、うん、あ、じゃあ金曜日はあれなんだね。そう、仕事がないの、うん、まあ、それまでに終わらせるタイプ、うん、そうか。ちょっと聞かせて、うん、暑いね、うん、暑くない、クーラーついてる、ついてる、うん、んそしたらもうトムチャンネル多分チャンネル登録者数100万人とかいっちゃうんじゃないじゃあ絶対生産性も上がって何だろうかな、うん、うん、
かいい、いいね。餃子あげた？あ、今パマトにあげる、うん、次欲しがったらあげようと思って、うん、これあれ干しぶどう入ってるよ、うん、全部食べちゃいそうだ、ね、まだね、つつ焼けばあるんだけど足りなかったかな。パオラギアン。パオラギアン。おお、落ちるよ。レーズン。そう、レーズン。おお、見て振り向いてる。レーズン。レーズン好きだよね、どこかね。さつまいものサラダに、うん、レーズン美味しいな。レーズン美味しいな。レーズン美味しいね、うん、レーズンだけ食べちゃった。わー、ジュージュチャーハンと餃子なんて町中華みたいだね。あとパパの卵中華スープと、うん、うん、中華、うん、餃子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 ね、はい、餃子食べる？もうちょっと食べる？食べる？明日ともくん1歳半検診、うん、国の国でやる保健所でやるやつ、うん、ね、1歳半検診か、何やる、なんかあの写真だか絵だか見てこれワンワンどれとか言って指さすかどうかとか、そういうのとかもある、うん、パパ、パパ、パパ、朝から行くの？いや、もうね、時間がね、決まってて、1時50分。うん。すごい近いとこだった。練習だ。食べる？餃子もっと食べる？はーい。じゃあ、半分です。はい、ちょっと待って、はい、どうぞ。わぁ、フグセな、うん、じゃあ、もっと焼けばよかったね。もっと焼こうか、あの、餃子食べる？最後の1個。この半分も残ってる。食べる？なんかトム君ここのさ、ドアに自分で入ってドア閉められるの？うん、やってたよ。やってた？うん。びっくりした。自分でガチャってね。閉めてたね。そんなとこもう届いちゃうんだと思って。うん。うん。うん。全部食べた。
手入れない。トモ君、餃子美味しかった。餃子美味しかった。あれ餃子美味しい。うん、なんかいっぱい食べてね。ここぐらい食べた。わー、はい、ここしよ。はい、ごちそうさまでした。はい、はい、ありがとう。あ、うわー、どうぞどうぞ。はい、ありがとう。消せる。紫だ、紫。紫。お、上手上手。